赤松氏は日本の氏族の一つ。鎌倉時代末期から安土桃山時代にかけて、張馬を支配した武家である。村上源氏。尊卑文脈などによると、赤松氏は村上源氏、堀川大納言、佐房の孫の源式に始まり、式のこの源の末房が張馬国際要塞に配慮され、その光栄の乗り影が研究年間に、 北条義時の婿になった縁で赤松村自動職に部任されたことから、死死下藩が赤松氏を称したと言われている。しかし、末房から乗影まで七代もあることから、縄氏同様に信憑性に関する賛否がある。ただし、ことごとくの書物に村上源氏と記されているため、しばらくこの説に従う。また、源の末房が、源式の子というのはあり得ず、 源の末房は、源の明房のことも言われる。また、三河国作主の奥平氏は、赤松氏の末裔と称した。遠信は、現行の乱において、五代醐天皇の御子、森吉親王の領事を受けて、いち早く拒兵し、県務政権の樹立に、多大な功績を挙げたことから、県務の申請において、張間国主語職に部任された。しかし、 有力な後ろ盾だった森吉新能が後遺三脱を企てたとして失脚するのに前後する形で針馬国を没収されたことから新請から離反した足利高氏に味方し高氏が一時形成府に陥り九州へ再化している間は新田義貞の勢力を阿公軍の白旗城で釘付けにして延元元年兼武三年の港川の戦いにおいて 高氏を勝利に導く縁を作った。遠心の三男、ノリは、室町幕府二大将軍、足利義明や、官僚の細川頼行を補佐し、京都が南朝方に一時占拠された際には、幼い足利義満を自身の居城に避難させて保護するなど、室町幕府の基礎固めにも貢献する。その功により坂本城を守護所として、 ハリマ一国の死後に任じられるとともに、室町幕府では、京国市、一式市、山梨氏と並ぶ、四式家の一つとなって惑星に参画した。遠信の長男、藩市には、摂津国、次男の定藩には、三正家国、三男のノリには、備前国の死後職が与えられ、合わせて四カ国の死後となる。ただし、摂津死後は、藩市の子、三つの代に召し上げられ、以後、 藩死の系統は、初流となり七条赤松家を称した。七条家は、後衛の赤松吉村が、赤松正則の後継となり、宗家への復帰を果たすこととなる。十五世紀に入ると、影響元年に、針間の土一期が発生するなど、その支配力に次第に、陰りが見え始めた。さらに六大将軍、足利義則の頃には、赤松光つや赤松忠村といった書流を、 有偶氏、本家である赤松三助、京甲府氏を礼遇し始めた。かき元年、三助夫氏は吉則を自邸で暗殺し、針馬に帰国した。このかきの乱により、山名持豊を中心とした幕府軍の追悼を受け、三助は城山城で自害し京安氏も殺された。三国の守護職は山名氏が承継した。また、文安二年に万世が総運に打たれ、 京徳四年には赤松のりが挙兵したが騒運に破れ自害して果てた。長六元年赤松氏の維新が近結の変で江南朝に奪われた三種の仁義の真珠を取り返して南朝行員を打った。これにより赤松正則の,の時に加賀半国志護となって再高を果たした。応仁の乱では細川勝元に組みし、その功により針馬、備前、 三魔坂の三家国主後に返り咲き、長京二年には山梨の勢力を針馬から駆逐した。本拠を沖潮城に移したのもこの頃である。沖潮城、跡地長福山昭安寺跡地にある赤松春政、義助の墓戦国時代に入ると正則が十三味に昇進するなど前世紀を迎えた。しかし、明王五年四月に正則は休止した。後を継いだのは、 赤松文家の七条家出身の向こう養子である、赤松吉村であったが、幼少のために守護代の浦上氏、別所知らの実力が高まり、赤松家当主の大名権力に陰りが見え出した。成長した吉村は、官僚機構を整備し、独自の権力を強化していく政策を実施して、赤松家の戦国大名家と大名権力の強化を図った。しかし、 微前国守護大の浦上村宗との間に確執が生まれ、永正十五年から吉村と村宗の間に内紛が起こった。この内紛は村宗が勝利し、吉村は村宗の圧力を受けて、着手の春政に家督を譲らされた。吉村は大英元年九月に村州によって暗殺され、春政は村宗の区物として利用され、赤松家は没落の道をたどり出す。 以後十年弱は村宗の戦権が続き、ハ馬国では浦上派と半浦上派が武力闘争を起こすなど大混乱となった。享禄四年、春政は大物崩れによって村宗を打ち果たした。これにより、春政の大名権力は一時的に高まったが、赤松領内では浦上氏の残党勢力による抵抗もあり、赤松家の直接支配が及ぶ範囲は、 西春馬方面に限定され、赤松家当主が文国の守護大や軍大に与える命令系統は、この頃になると無効化していた。天文6年からは、出雲国の戦国大名である、天子春久の侵略も始まり、春政は両国を追われて、淡路国に逃亡した。このため家臣の大半も、天子氏に願いるが、東春馬守護大の別所村地のみは、春政と通じて抵抗した。 また、春政は、幕府の支援を得て、両国奪回に乗り出し、苦戦の末に、ハリマから、アマコ勢力を追放した。天文23年、摂津国の戦国大名、三好長啓の東ハリマ進行もあり、別所市は、三好軍の進行に抵抗するが、東ハリマ一帯はほぼ、三好軍に制圧された。また、天文21年には、備前、 美まさかの守護職が天子春久に与えられるなど、名目上とはいえ春政はに各国の守護職を失った。さらに、永六元年には春政が着手の義助と対立するなど、家中で内紛が起こり、この対立に敗れた春政は家督を義助に奪われ、自らは娘婿である一族の赤松正秀に、被護されることになる。以後、春政は、義助と対立しながらも、 マサヒデと共同して、西張馬をかろうじて支配しながら、当時中国地方で勢力を大幅に拡大しつつ、あった、毛利も隣に接近して、体制の再建を図ったが、実現せずに終わった。春政の死後、明日ともに、赤松家の当主となった義助は、赤松家の勢力を取り戻そうと努力するが、この頃になると、赤松家の勢力は、春間国内ですら及ばなくなっており、 別所氏や宇野氏は独自の権力を確立して、戦国大名として自立するなど、もはや赤松家に従う有力重臣は小寺氏のみという有りであった。赤松家の勢力が及ぶ範囲は西張間だけで、それさえも重臣の助力なくしては保てないほど衰退していた。A61 年に織田信長が上落すると、翌年には織田氏の勢力が東張間に及び、 別所康次は信長に従属した。西張間で義助を養しながら大勢力を誇っていた赤松正秀は娘を将軍、足利義明の次女として送り、信長と通じたが、義助は信長に従わず、織田軍の西張間平定を妨害した。このため、柴田勝家ら織田軍主力が張間平定のために進出し、張間国は結果的に、 信長の強い影響下に置かれることになった。信長の支配下に置かれた張馬国では赤松家の大名権力は完全に有名無実と化し、実質的には赤松一族の別所氏や宇野氏がそれぞれ信長に従うことになる。なお、吉助は永禄十三年を最後に資料から政治活動が確認できず、天正四年に没したとされており、すでに 赤松家当主には何の政治力すらなかったようである。天正年間になると、張リ国は、信長の家臣、橋場秀吉に与えられ、吉助の着し、ノ房は、橋場秀吉に従って、張リ国内を転戦した。ノ房は、張リ沖潮に一万国を与えられて、存続を許された。後にノ房は、阿は、国板野軍に所領を移されている。辰野赤、 松家秀吉没後の慶長5年、関ヶ原の戦いで乗りふさの子、乗り栄は西軍に組みしたため、自害を余儀なくされた。同じく、赤松一族で田島武田城城主、西村正宏は、西軍から東軍に寝返ったものの、西軍に組みした宮部長房の居城、鳥取城を攻める時にあまりに手ひどく城下町を焼き払ったことを理由として、 徳川家康から自害を命じられた。この件に関しては寝返りを促した亀井これノリに責任転嫁された冤罪説が強い。西軍から東軍に寝返った大名でしかし死罪となったのは西村正宏の事例だけである。西村正宏の子孫は田島国で代々翔太村の村長をし、藩主より七十国を与えられていたと伝わる。 政サの弟の赤松雄高は兄の死後全国を流浪した。後に大阪の人に際して浪人衆として大阪城に入城。豊臣秀頼に仕えたが大阪の人にて豊臣氏は滅びた。友好一党はハリに逃れて同じく大阪方であったハリ島津市の島津義弘親子らと共に 大覚寺に立てこもるも池田利下隆の軍に攻められて切腹した。着難は半田山で機能し、豪調となった。これにより、大名としての赤松氏は滅亡した。旗本赤松や赤松藩士の後裔宇治光は石の女城を与えられたことで、表向きは石の氏を称し、別所長春の武将として、橋場秀吉騎下の古田重則を、 三木城攻防戦で打ち取るなどを活躍。落城五十撃の腕を評価されて、秀吉、前田利家に召し出されて三千国余りを与えられる。宇治光のこの塩家は徳川家の旗本となり、数佐国内に二千国余りを得て、藩安氏の第に、赤松政に服して五千国余りの寄合旗本として幕末まで存続。宇治光から数えて十代目に当たる乗忠は、諸院番頭、 公部所奉業、小川雇用取りにぎ、外国奉行等を歴任した。乗りただのこの反省は、軍艦奉行を務めた。和佐国志も行こうに陣屋を築き、菩提寺の両までらに塩家の室だった、長安院が、参勤交代の折に改装したという記録が、残っていることから、江戸中期まで、交代寄り合いだったと推定されている。有馬や、赤松のリの逸を、有馬吉助の後営、 有馬と陽氏は、関ヶ原の戦いで東軍に属し、大阪の陣においても徳川方で功を挙げたことにより、筑後国久留米に21万国を与えられて国持ち、大名となり、宗家と名案を分けている。また、久留米藩の他に、京法年間には、徳川吉宗の小川御用取次を務めた、文家出身の幕臣、有馬市林が、伊勢国際上藩主に昇格するなどを判明した。 また、旗本、赤松家の分家の旗本だった石の側院の子、のりたしは、死死のなかった久留米有馬家に養子に入り、家督を相続した。赤松男爵家、赤松吉則の所流の病営、時永は、幕末から明治にかけて活躍し、日本造成の父として男爵に除され、貴族院議員を務めた。祖父は、辰野藩御用田市の星家問屋を営み、 幼児盾脇を許された、赤松義則、父は、義則の子で、町奉行、筒井、伊が守るの目安方、吉沢久幸心の娘婿となった、吉沢優之心である。赤松家藩、赤松久則赤松重則赤松則村赤松、藩士、赤松則助赤松義則赤松三助,赤松,三助赤松、正則赤松義村赤松春正赤松義助。 赤松のりふさ、赤松のりひで赤松氏、ケ図一、1赤松氏、ケ図ズ2ありがとうございます。